すみません。ここに座ってもいいですかはい、どうぞ。ありがとうございます。はじめまして。私はジョンです。お名前は何ですかはじめまして。私はナオミです。ナオミさん、お国はどちらですかアメリカです。 そうなんですね。アメリカのどこですかカリフォルニア州です。そうですか。お住まいはどこですか東京です。ジョンさんは京都です。ナオミさん、お仕事は何ですか英語の先生です。ジョンさんは医者です。 すごいですね。ありがとうございます。ナオミさんは何人家族ですか5人家族です。父と母と兄と妹がいます。私は一人っ子なので、兄弟がたくさんいて羨ましいです。休みの日はいつも何をしていますか旅行をしたり。 音楽を聴いたりしています。あと、寿司が好きなので、よく寿司を食べに行きます。ジョンさんは何が好きですか私はイタリア料理が好きです。よくピザを食べに行きます。私もイタリア料理が大好きです。そうなんですか今度一緒に食べに行きませんか

ありがとうございます。はじめまして。私はジョンです。お名前は何ですかはじめまして。私はナオミです。ナオミさん、お国はどちらですかアメリカです。そうなんですね。アメリカのどこですかカリフォルニア州です。 そうですか。お住まいはどこですか東京です。ジョンさんは京都です。ナオミさん、お仕事は何ですか英語の先生です。ジョンさんは医者です。すごいですね。ありがとうございます。ナオミさんは何人家族ですか 五人家族です。父と母と兄と妹がいます。私は一人っ子なので、兄弟がたくさんいて、うらやましいです。休みの日はいつも何をしていますか旅行をしたり、音楽を聴いたりしています。あと、寿司が好きなので、よく寿司を食べに行きます。 ジョンさんは何が好きですか私はイタリア料理が好きです。よくピザを食べに行きます。私もイタリア料理が大好きです。そうなんですか今度一緒に食べに行きませんかいいですね。行きたいです。How did you go? Next, let's learn today's phrases and vocabulary. はじめまして。はじめまして。Nice to meet you. Is Japanese greeting that is commonly used when meeting someone for the first time? It can be translated to nice to meet you or how do you do in English. 私はジョンです。私はジョンです。I'm John. 私は、your name です。私は、your name です。You can use this phrase when you introduce yourself.For example: 私はリサです。私はリサです。I'm Risa. 私はケンです。 私はケンです。アムケン。お国はどちらですかお国はどちらですかアメリカです。アメリカです。You can use this phrase when you ask and answer our origin or hometown.For example: お国はどちらですかお国はどちらですか 日本です。です Where are you from?I'm from Japan. お国はどちらですか,はどちらですかオーストラリアです。オーストラリアです。Where are you from?I'm from Australia. お住まいはどちらですか 東京です。です you can use this phrase when you ask and answer our residents.For example: お住まいはどちらですか ?New York です。Where do you live?I live in New York. お住まいはどちらですか シドニーです。Where シドニーです。do you live? I live in Sydney. お仕事は何ですか?お仕事は何ですか?英語の先生です。英語の先生です。You can use this phrase when you ask and answer our occupation or profession. For example, お仕事は何ですか学生です。What do you do? I'm a student. お仕事は何ですかエンジニアです。です What do you do? I'm an engineer. イタリア料理が好きです。I like Italian food.Noun が好きです。Noun ガスキです。You can use this phrase when you talk about your interests.For example: サッカーが好きです。です I like soccer. 映画が好きです。 I like movies. Next, let's test today's phrases and vocabulary. You want to ask and answer, Where are you from? I'm from Australia. How to say in Japanese? Let's answer in 5 seconds.

お仕事は何ですか?お仕事は何ですか?医者です。医者です。You want to ask and answer, Where do you live? I live in Tokyo. How to say in Japanese? Let's answer in 5 seconds. Osmaywa Dutchla deska this Tokyo this Congratulations And if you did learn something new today make sure to push that like button and don't forget to subscribe to the channel. Thanks for watching. Finally, let's review today's dialogue. すみません。ここに座ってもいいですかはい、どうぞ。ありがとうございます。はじめまして。私はジョンです。お名前は何ですかはじめまして。私はナオミです。ナオミさん、お国はどちらですかアメリカです。 そうなんですね。アメリカの、どこですかカリフォルニア州です。そうですか。お住まいはどこですか東京です。ジョンさんは京都です。ナオミさん、お仕事は何ですか英語の先生です。ジョンさんは医者です。 すごいですね。ありがとうございます。ナオミさんは何人家族ですか5人家族です。父と母と兄と妹がいます。私は一人っ子なので、兄弟がたくさんいて羨ましいです。休みの日はいつも何をしていますか旅行をしたり。 音楽を聴いたりしています。あと、寿司が好きなので、よく寿司を食べに行きます。ジョンさんは何が好きですか私はイタリア料理が好きです。よくピザを食べに行きます。私もイタリア料理が大好きです。そうなんですか今度一緒に食べに行きませんか いいですね。行きたいです。